ハロー YouTube! えー、久しぶりに日本に帰ってまいりました。ということでですね、えー、ちょっと、あの、ニュース、報道等もですね、落ち着いてきたので、改めてというか、初めてですね、えー、松本人志さんが、えー、性加害をしたんじゃないか、という疑惑を、えー、週刊文春が報道したことについてですね、えー、まあ、解説したいと思っております。えー、その時のですね、その手引き役といいますか、 えー、女の子をホテルの部屋に連れてったとされている、えー、スピードアゴンの小沢くん。僕非常に仲が良くてですね。なんか、あの、巷で言われている小沢くんの誕生日会、えー。そちらの方にもお邪魔させていただいたことがあって、えー、ことあることにですね、小沢くんが、あの、いつだったかなもう18年ぐらい前ですかね。 えの、彼の誕生日会で、え、僕が全員分のなんかその未代をおごった話を、え、いつになってもしてくれるんですけど、あの、もちろんその女性もたくさん来ているし、芸人さんとかですね、タレントさんもたくさん参加する誕生日会なんですけど、まあ、その場で何かその、なんか性的な、え、行為をなんかこう、誘導するとか、 え、促すとか、そういったことはまあ一切なくて、まあもちろん僕はそこで知り合った女の子と仲良くなったりとかしたことはもちろんあるんですけれども、それは別に普通にお話をしていて、普通に、あの、まあ、そういったお話を、お話っていうのかな、<laughs> あの、はい、あの、仲良くなるようなことは全然あったんですけども、その、特段、僕はまあ、そういう飲み会に誘われてないっていうのもあるかもしれないんですけど、でも、 芸人さん、なんかね、同居していた徳井さんとか、えー、なんか、品川正治の品川君とか、なんかその辺ともなんか誕生日会みたいな感じで、こじんまりとした誕生日会。まあだから普通の飲み会、合コン的な飲み会みたいな感じで、まあそれをそのなんか怪しい会だっていうふうに言い始めたら、切りねえかなっていう、 まあ、もちろん、松本人志さんはね、既婚者っていうこともあるんで、あの、倫理的、道徳的にどうなんだみたいなお話が出てくるのは、まあまあ、それはね、あの、仕方がないにしてもですね、その、その後ね、えー、これまあ、小沢くんが、なんか、芸人仲間に見せたとされる LINE のやりとりがあって、女性側がありがとうございました。非常に紳士的な方でした、みたいなお話を、えー、LINE 上で書いてたということもあってですね、 ええー、まあ、まあ、彼の性格からして本当に、その、なんていうのかな、先輩を立てるというかですね、余計なことは言わないというか、そういった、まあ、ある意味を奥ゆかしいというか、んだから、こういうそのスキャンダルとかになるような人じゃないんだよね、小沢くんは。だから、まあ、松本さん知らないですよ。僕、松本さんと夜飲みに行ったことはないんで、本当にあの、同じマンションに住んでた時にですね、ええー、多分両方とも飲み会上がりで、 えー、エレベーターの前でばったりみたいなことはありましたけど、あの、あと、えー、あれ、ダウンタウンデラックスかなに出た時に和牛マフィアの会員券を、えー、プレゼントして、したらですね、わざわざ芸人の中も十何人連れてきてくれてですね、和牛マフィアで大盤振る舞いをしていただいたというような、本当にありがたい、えー、お話もあったりとかして、えー、その、人間として、その、とか、 えー、そういった MC とかでお話しするところで、そういうこう、いわゆるいやらしい話みたいなのは全然聞いたことがないので、そういう悪評もあんまり聞かないですし、まあ今回の件が、まあ真相はちょっとわからないですけれども、あのー、それの件でなんか芸能活動をなんか自粛するみたいなお話になってたりとかするのはちょっとおかしいし、でもまあホリプロコムってあの、小沢くんの、えー、所属事務所は、 特にはくはずむきことはないので、これまで通り、えー、普通に仕事をしていきますというふうなお話を、まあ、声明として挙げられてたのは、まあ、はっきりした態度で僕はいいと思います。ただ、あの、実際のところ、お正月特番かなんかはですね、えー、放送延期なのか、中止なのかわかりませんけれども、暗いになったっぽいので、 まあ僕もね、昔、あの、富士テレビを買収しようとして、平成教育予備校っていう番組2週間分おくら入りになって、サンプラザ中野くんさんに怒られちゃったりとか、まあ、それこそその番組小沢わくんも出てたんですけど、えー、そういったことも、えー、ありましたと。で、まあ、なんか、よく週刊文集は、きちっと裏取りをして、あの、完璧な記事を書いてるはずだ、みたいな話が、まあ、よく言ってる、負け知り側のアホはいるんですけど、なわけねえだろうと。 あのー、検察とか警察ですら、その、事件を作ろうと思ったら、証拠捏造したりとかするんですよ。一週刊誌、金儲け目当ての一週刊誌、全然ボラルもクソもねえような、他人のなんか、まあ、 まだね、あの、性加害スキャンダルって言っとのあれなんだけれども、そうじゃなくてもう超プライベートなその人の性的思考みたいなものまで暴露するとか、ただの悪趣味じゃん悪趣味で人の趣味をこう覗き見てですね、それをあげつらって金を稼ぐ最低の集団なんですよ、あいつらは。なので、そんななんかね、モラルなんかあるわけねえんだよ。で、証拠なんかね、適当なんだよ。だってさ、あいつら別にさ、証拠、あの、不十分で、 あの、これを、この件は、うん、かっこたる証拠がなかったね、とかって、後で裁判でま、裁判で結構負けてんだよ。週刊文春って。なのにもかかわらず、何の責任も取らず、金だけ儲けて、とんずらだよ。ひどい奴らじゃん。それは警察とか検察の方がまだマシよ。あの、嘘の証拠を捏造してるのバレたら、もうその後処分されて出世の見込みとかなくなっちゃうからね、奴らも。だから、それはそれで必死だよね。 週刊文春はそれないからね。ということで、あの、部数が売れれば何でもありなので、あの、これは週刊文春とは違う週刊誌なんですけど、すげえびっくりする話があって、まだ、その、こたつ記事をね、あの、なんか闇ジャーナリストみたいなやつが書いた、あこたつ記事をですね、あじゃなくて、その記事を元にしてこたつ記事を書いた立花隆さんとかね、あのた、NHK 党の立花隆さんじゃないよ。 あの、ジャーナリストのタ立花隆さんもお亡くなりになっちゃったんだけど、日経 BP に僕が怪しい取引をしてるみたいな嘘記事を書いて、それで、あの、あの、まあ、和解したんですけど、うち、うちらが賠償金もらって和解しましたけれども、そういった話、ライブダ事件の時いっぱいあったのよ。だからね、全部でね、何千万円か多分賠償金せしめたよ。ほとんど和解ですけど、その中でもね、一番ひどかったのは講談者の案件で、これはやばかったね。あの、 エビスの、もうすごく具体的に、エビスのウエスティンホテルのスイートルームで、ホリエモンが闇カジノに興じていたみたいな、えー、そういう記事が出、出ました。で、ライブダ事件の時だったんで、みんなこれ本当だろう多分思ったんだと思いますけど、これがもう本当なんでこんな記事が出るのかさっぱりわかんないんだけど、俺本当酔っ払って、記憶をなくして誰かに闇カジノに連れて行かれたのかなって思うぐらい、だからその日のアリバイとかまで全部調べたもんね。 自分が自分を信じられなくなっちゃってて、あの頃は。まあ、そのライブだ事件も含めてですけど。で、調べてみて、これは絶対ないなと。記憶をなくして、もう行ったことがないなということが確信できたので、あの、まあ、ズバリ、その講談社あと、これフライデーだったかな。週刊現代だかフライデーだかを、えー、っと、僕、訴えました。そしたら、その、<laughs> どうやらその、 垂れ込みをしたおばさんがいたらしくて、そのタ分、垂れ込みをしたおばさんが出廷するって話だったんですよね。そしたら、期日にも出廷してこなくて、証人いません、みたいな。<laughs> まあ、要は、あれ、先誓して、あの、証言をするんで、自分が嘘ついてること分かってるから、これ裁判出てきて、そこで偽証したら、偽証罪で刑事責任まで追及されちゃうんで、偽証罪ってめちゃくちゃ重いんで、罪が。 ああ、こ、こいつ、偽証代、偽証罪ビビって来なかったんだと思って、証人が来ないってなんだよ、それみたいな。<laughs> な、なので、まあわかんないですけど、その、小沢くんも、その、松本一さんもそうなんですけど、あの、絶対これは事実ゴンだって言うんだったら、あの、か,かっちりその、訴えりゃいいと思いますよ。訴えて、それ、その裁判で嘘言ったら、それ偽証罪に問われますから。 あの、偽証罪で民事責任だけじゃなくて刑事責任取らなきゃいけないんで、かなり重い罪です。あのー、ま、あそういったところも含めてですけれども、どうなのかな。そこまで耐えられるような証拠がちゃんとあるのかどうか。そういうのも含めてですね、あ,あの、吟味検討して、で、外野、まだ何もね、あの、お互い真相がちゃんとわかってない人たちは、 あの、憶測で物を言わない方がいいんじゃないかなと思います。ちなみにあの、週刊文春も同じような記事で僕は訴えたことがありますが、えー、当時ですね、えー、私、まだライブダ事件の刑事裁判最高裁、 で、えー、争っていたときに、あの、弘中淳一郎先生の弁護団に、えー、北村洋一先生がいてですね、この北村洋一先生というのは週刊文春の守護神って呼ばれてる、凄腕弁護士なんですけど、当時僕が文春訴えたもんだから、そこの代理人弁護士が北村洋一先生になっちゃって、俺さ、 あの、このまま、あの、裁判進めると、僕はあの、この弁護団から降りなきゃいけなくなっちゃうってなって、えー、野中先生が、北村先生に降りられたら大変だからって言われて、まあ、説得されて、訴えを、あの、取り下げたっていうのがありましたけれども、あの、まあ、そういった感じでございます。あの、週刊文春が、えー、記事にしたからって、証拠がちゃんとあるかって言ったら、ない場合も結構ありますよと。えー、相手側の言い分ばっかりを聞いてですね、 えー、なんかね、こっちが、訴えられたというか、記事にされた方は、突然突撃されてですね、新幹線の中とかでですね、突然週刊文春ですとか言われたら、あお、うん、かお前っ、つって。うん、まあ、そういったことも含めてですね、あの、週刊文春のやつらは最低の奴らです、ということだけは言っておきましょう。ということで、いってらっしゃい。ドコモ、au、ソフトバンク、どれでもつながるポリエ、折り絵の Wi-Fi。タイ、韓国、アルバニア、どこでもつながるポリエ、折り絵の Wi-Fi。 の堀江貴文のブログでは言えない話毎週メールマガジン出しております皆さんの質問に対する答えルールさえ守っていただければ全部答えますのでメールマガジンに入ってみてください月額インターステラテクノロジーズではエンジニアや広報管理系の人材を募集しております